どうしたら敵がいるらしいぞ。そういうお前んだよこれ。もやもやしたもんが広がってる。お前らを止めに来た。はいかせん。これがキュービの力をコントロールした姿か。どういかせてやってくれ。お願い。何を言っている。敵の術が完成したらこの世の終わりなんだろう。みんなが死んで戦争に勝って、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。どこの言うな。お前は行かせん。ここに食らうとやばい。俺がこの戦争を止めてみせる。今は忍び連合の参謀として動いている。別行動を取るわけにはいかん。無理やり行く。これでどうだ。大影のおっちゃん早えな。早い忍びはおらん。早めおかげがいなくなってからはな、どとなくしたものだ。けば奴は木の葉の三人地雷屋にと言われたそうだな。奴は九尾事件で失敗したから学んでいない。そんなんで父ちゃんを知ってるって語るな。四代目火影は失敗なんかしてねえ。ここまでお前を殺す。ここまで一時の間時間が稼げせざるを得なくなるしな。異様だな。いいお前ことなら八尾の俺が死んでも同じ。台無し。おっちゃん、そうで勝利しなければならない責任がある。だが今 B を殺すぐらいならナルトを殺す力なら美獣玉をコントロール力になるからだ。国のパワーバランスであり里の力であり個人の好き勝手にはいかん。なぜそこまでこいつに肩入れするのだ B。 拳を合わせてもこの中が読めなくなっちまったのか。今回もろくなのがいなさそう。よく聞けお前ら。名を受け継ぐのはたった一人だ。火の雷影候補だことになっているのは知っているな。影の護衛役としての意味もある重大な名が B だ。このゴム人形の首を一緒にダブルラリアットで跳ねてもらう。よし早速端から始めろ。お願いします。次。はい。次。おう。兄弟がいればこんなことをせずに済む。次。もう一度拳を突き出してみた。俺たちは兄弟だ。さあいっぱい食え。さっさとでかくならなきゃ力が釣り合わねえからな。今回は巻物の奪還任務だ。お前まさかそれ。アファー。 B はいい忍び。才能もあのラップの才能は同感だ。おそらく俺の次美の陣中力はこの子になる。俺の親父もおじさんも皆失敗した。いとことして俺のだが今ここで抑え込みコントロールを。いいから聞け。陣中力になった者しか付き合いがあった人々の目が変わる。いや暗い場所へ向かっていく恐怖と孤独、それらにとらわれ来る日も来る日も考え心に穴が開いた気がするんだ。でもお前は忍術センスも人徳も全てを持ってる。人中力に本当に必要なものはじゃあ何なんだ。その心の穴を埋められる何かだ。いかって何なんだ。これさえ見つかれば強くいられる気がする。次の人中力は確かあの子。かなり名誉発祥かウィーイ。このガキよくも仲間を。行くぞ B。 B?このガキがダブルラリアット。まだまだ俺の理想とするダブルラリアットになってないだけだ。もっと力をつけろよ。この技は力を均等にするのがコツだぞ。ではそれが理想。上から目線をモンサウン。B に8尾を封印。ああ。なんだブラザー。お前はこれから人中力になる。大変なことばかりだ。いいか B、 何かあったら隠さず俺に言え。俺たちは最強のタッグだ。エコー封印とはいえおかしくない頃だぞ。常に見張っておく。いいだぜ俺様が。機嫌管理中心の術こうだろう。なら逃げるって相場が決まってるぞ。ブラザーと俺がいるならやろう。こだは動かないでくれ。俺
マンピー、大丈夫か？人中力か。ミナト、ここは一体出動。素晴らしき武勇です。一忍びとして。いのなら俺以上だ。すでに持ってる。うん？たく次に会うときに影の名をかけたものになるでしょう。術で飛ぶのは区内の場所はほぼ把握した。俺の最速でやれる。なるから。飛べ。失敗はしないよ。あの術式が。相打ちなら隠そう。まさに忍びキラーな動きだよ。